今日からのドナルド待っていこうと思います。あのチキンパオがねまたいいですよね。チキンパオ絶対楽しめる。いいですよパオ。カメラの数がすごいです。後ろからドナルド、かわいい。ドナルド、かわいい。ご希望であれば台紙の写真1540円ですが、ご利用どうされますか。お願いします。テラーゴリアで、はい、立ち上がりが11時以降でご案内ですね、はい、ディズニーシーの入り口フォトグラフィカで確認をお願いいたします、はい、でこちらのカードはご存知ですか。お願いします。カードはお持ちですか、はい、撮影終了後にカメラマンに私もお願いいたします、はい、8時15分に並んで、そうですね、1時間30分ぐらいですね。はい、お兄さんようこそ。あれちょっとドナルド、ドナルド。お兄さんがもう狙ってるよ、ほら。ドナルドも狙ってる。よいしょ。なんかちょっとやらしダメだよ、そういうことしちゃダメだよ。そうそう、かわいい。じゃあお兄さん写真撮ってきましょう。あ、お帽子取ってね。ん、どうしたの。明けお願いしますね。いくよ、よーいスタート。決まった。かっこよかった。これたくさん探検っていうの発掘してね。ごめんね。ありがとう。バイバイ。グーフィーいなかった。グーフィー知らなかった。グーフィー昨日までだよ。昨日までだよグーフィー。うん。そうそう。めっちゃミッキーの台紙かわいい。ほらドナルドに変わってるよ。入り口は中の方になりますので、またグフィもどこかで会えるよ。あ、モッキーもね、一緒撮る。いいよ、はい、ポーズ。 お姉さんも一緒に。すいません、ごめんなさい。向こうの方行こうかな。台紙だけ撮っても大丈夫です。もちろんです。こっちのスペコだけ撮りますね。ありがとうございます。おい、めっちゃ可愛いですね。可愛いですね。横なんですね。そうなんですよ。全部単体だ。しかも裏も変わって、あ、裏も変わったんだ。すごい可愛い。すごくエモいですよね。そうですね。なんか昨日と今日のエモさがすごい伝わる。ストーリーがすごい伝わります。はい、ということで6月1日本日から切り替わったトレイルのドナルドのグリーティングの様子でした。意外と混まなかったね。あの前のさ、誕生日のグーフィー来た時さ、開園待ちした時さ、8時6分ぐらいに着いて360分待ちぐらいだったから、60分待ちって言われたんですけど、思ったよりスムーズで90分ぐらいでグリーティングできました。やっぱり終わるものはみんな駆け込むけど、始まるものは駆け込まないもんだね。ミーゴスのあの衣装が好きで、ちょっとやっぱりそこがね、恋しいなって気持ちもあったけど、トレイルの衣装がまたなんていうか、ミッキーの衣装に近いというか、緑と黄色で探検感のある衣装でとても似合っていて、お尻もね、まあ、ふわふわしてましたし、お腹がねちょっとぽっこり出てるところがまた可愛いなって思ったりもしました。さあ、その昨日のグーフィーもあれだけ混んでいて、ドナルドもね始まったことですし、まあね、グーフィーあれだけ人気だったから、やっぱりどこかね会える場所はね追加してほしいなっていうものがね本当の気持ちだよね。まあ、最初の土日は120分だったみたいなので、平日もしかしたらこれから空くかもしれないですし、またねトレイルの動画もたくさん出せればなと思っております。まあ、グリーティングトレイルのドナルド、今回動画だけでもらったので、あ、こんな感じの衣装なんだとか、こんな感じの動きなんだっていうものがね伝われば、僕個人も嬉しく思います。それでは次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったなと思った方、グッドボタン、よかったらチャンネル登録のボタンお願いします。Twitter と Instagram 概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それでは、バイバーイ。